長野ドライブお疲れ様でございました。ありがとうございます。いやー来ましたよ今回の目的地的な、はい、さあおもてなしポイントに到着でございます。はい、どこなんですかここでも。そら今は言えねえな。そうなんですか。そらまだ言えねえな。あら、そういう感じか。じゃあさ、はい、早速ちょっと僕におもてなしをさせてくれないかい。はい今回のおもてなしポイントはですね、ヴィーナスフォードにありますここ京商ビレッジでございます。今回のおもてなしスポットはお台場ヴィーナスフォートにある京商ビレッジ。最新のラジコンや懐かしい名車のミニカー、スロットカーなど幅広い品揃えで子供から大人まで楽しめる空間になっている。やってまいりましたよ。はい、まあ、車の中でね、はい、まあ、お話しさせていただきながら、うん、車のことが好きであると、うん、まあそうですねいうことをね、はい、聞きまして、はい、まあ、今回ここだったんですけども。なるほど。車さ、はい、買わされそうになるんだってこの番組。おお、怖いですね。まだ2回しかやってないんだよ。恐ろしい番組。最初は上川君が3000万クラスの車で社長だからっつって、はい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 、危うく判を押すとこでしたけど、ね、危ないですね。で、うん、2回目は小西君、はい、小西君ってインドア人間なんで、うんうん、その時のテーマは、うん、ハンドアっていうことでちょっと表に連れ出して。なるほど。オープンカーでね、はいはい、で車どうっつって。なるほど。買わない、やっぱり買わないっていうんですね。そうですね。なので、はい、車買わない。いやいやあ、そういう感じですか。ごめんね。いやいやいいですよ。スタッフがそう言え、スタッフがそう言えって言うんだもん。あ、そうですか車を買わせようとする番組なんですね。そうなんです。あ、なのでただほら、はい、ただ車買う買わないじゃあれなんで。確かに。見てくださいよここ。あ、何なんですかここは。あちらにサーキットが用意してあります。ありますね。結構でかい。うん、あのサーキットでレースをしましょうよ。おう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 、ね、うん、で、うん、その先が気になります。レースをしました。まずしましたよね、はいはい、デッドヒート。デッドヒートそれは当然やりますよ。いい汗かくでしょう。いい汗かきますね。以上え、絶対違うよ。絶対勝ったり負けたりがなんかあるわけじゃないですか。ニヤニヤしてる。そう、ニヤニヤしてるわ。あの、まあしょうがない。車好きだから。まあまあそうです、ね。車はさ、はい、何だやってもいいんだよ。そういうもんじゃないでしょ。だから、そうかな。負けた方が、負けた方が車を買うの。何言ってんだろう。先輩何言ってんだろう。いや、車買うんですよ。車を買うんですね。はい。そう本当にじゃあレース負けらんないっすね。そうだね。そうですね。だから人口対決ですね。あの上下だとか、はい、事務所同士の力関係とかそういうのない。ないない。そりゃそうですよ。車買う買わされ買う買わないの話ですからね。ね、はい、なのでまあおもてなしされてない感もあるかもしれないけど。そうですね。そうですね。そうだ。おもてなしですもんねこの番組確か。そうです。大丈夫です。大丈夫ですか。あ、もうお手出ししますよ今回ですよ、はい、この4車種の中から、うん、ご自分のマシンを選んでいただくと。ほう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 。じゃあウラカーですね、はい、手前がランボルギーニ、向こうがポルシェの918ですかね、うん、はい、でこれが M4 かな、うん、DTM 仕様ですかね、はい、で向こうがフェラーリ、ラフェラーリ。なるほど。発売された時に高級車っていうかもうほぼ1億ですよ。おお、恐ろしい。で今プレミアがついて、はい、流通するとしたら3億ぐらいじゃないっていう話で。なるほど。 、はい、その恐ろしい車たち。恐ろしい車もあるし。なるほど。まあどれを使ってもいいよと。なるほど。まあゲストですから。あ、先にいいんですか。はい。ポルシェいいな。ポルシェいきますか。あれもポルシェ行っていいですか。はい、いいお値段です。ポルシェこれを行っていいですかね。はい、もうこれです。マルシュニカラーのね、これ綺麗。じゃあ私はですね、うん、どうしようかな、うん、これ裏感悪くないんですけど、はい、乗ってる人のセーターの色が嫌い。ああ、それ言い出すと僕のねポルシェに乗ってるの、うん、サングラスひげのおっさんですよ。いやでもきっとレイバンですよレイバンですかこれは。レイバンじゃないですか。そうですね、レイバンですね。じゃあ僕は、はい、この DT。 この人こんな後ろに乗ってんの。すっごい後ろにいますね。すっごい後ろに乗ってるよ。うわ、もうほとんど寝てる状態のような。すごいね、うん、じゃあ私はもうレーサーですね、この人は。そうですね。ヘルメットもかぶってるし、はい、完全な
レース仕様なんで、はい、私はこれにしたいと思いますね。はい、これライトつきます。オクトライトがつくんですね、これ。あーすげー、オクトライトがつく。わかります、これ。わかってもらえるんじゃないですか、どっかで。すげえ、めっちゃ細かい。しかもですよ、この状況で、はい、ちっちゃいあの GoPro ってカメラじゃないですか。はいはい、GoPro とかが何台か、あっち何台か仕込まれているっていう本気だぞっていうね。本気で遊べと。さあ、あとこの番号ですね、スロットね。あ、はい、もう3番です。3番、僕3番、これ5番。あ、これ3番です、ね、これ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 、うん、はい。まあ、正直全然練習してないんで。そうなんですよ、なんか練習しようと面白くないんじゃないっていう。そうですね。さあ、そろそろじゃあ準備がいい、整ったみたいなんで。ルールはどんな感じなんですか、これ。5周です。はい、最終的には早くゴールしたもんが勝ち、はい、5周して遅い方が勝ちっていうのはなかなかない。まあないですね。でちなみにそれはないですね。でコースアウトしたら、はい、スタッフが駆けつけてくれます。そこはじゃあほっといていい。はい、じゃあ早速スタートしたいと思います。はい、よろしくお願いします。スロットカー対決の舞台となる競争ビレッジの特設コースは全長約32メートルのツイスティーなコースレイアウト。丁寧なスロットルコントロールが求められる難コースで、特にコースの前半と後半に1箇所ずつあるタイトコーナーは熟練者でも難しく、進入スピードが高いとすぐにコースアウトしてしまう。スロットカー初心者同士の2人だが、果たしてどちらが勝つのか。よっ、地味。地味だな。すごいすごい、絵的に地味。あ、津田くん早い。もう早い早い早い。いいですね、慣れてきました。あ、やった。あ、事故った。俺事故った。よし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 。事故った事故った。第何コーナーかもわからない。コーナーの数多いぞこれ。津田くん早いな。結構今僕慣れてますよこれ。慣れてる感じ。しげしげ。やばい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 。結構慣れる。またです。またです。ちょっと突っ込みすぎじゃないですか。突っ込みすぎですね。ブレーキングのポイントをよく分かってないですね。ちょっと待ってください。津田くん順調じゃないですか。これめちゃめちゃ順調ですよ、僕今。ちょっとなんかドラマ作ってくださいよ。ドラマを作りますか。ドラマ作ってください。メイクドラマしてくださいよ。わかりました。かなり飛ばしてますよ、僕でも今。すごいね、なんで。よし、そんな。あれやばい、誰かあれを。こっちはこっちで。ちょっと頼む。ちょっと誰か来てください、あれ。女子が山を越えようとしている。よし、あ、行きます。くそ、地味だな、これ俺。よいしょ。これちょっとなんかね、コースチェンジができるらしいんだよ。あー、できないわこれ。コースチェンジってさ、すごい難しくね。さあ、これで今、僕はミキシンさんを待ちますよ。マジか。よし、来い。あ、優しい。ごめんね。いやいやいや、ごめんごめんごめん。速攻でやられた。ごめんね、本当にごめんね。ごめんね、ごめんね、つって呼吸。おー、危ない。やべえ。面白いね。面白い。これずっとできちゃいます。これさ、これ自分たちがやってなかったら解説とかしたいところだよね。ああ、したいですね。ナレーションとかさ。やってるから何とも言えない。そうそう。これ意外と必死になる。ダメだー。コースアウトしてる。あ、俺のもダメだ。コースアウトしてる。あ、やばい。今これ超チャンスじゃないですか、俺。刺さってる。イエーイ。須田君が勝ちました。やった。これで車を買わずに。そうってことですよね、先輩。そうだね。そうだね。ここさ、はいはいはい、あんじゃん。ありますね。一台買ってあげるよ。おお。実車じゃないよ。ちっちゃいやつか。ここにちっちゃいやつですよ。いいっすか。はい。意外とほら細かいじゃないですか。でもめっちゃ成功できてるんで、ちっちゃいやつでもそれはそれで嬉しいっす。そうですね、はい、まあここへ来てやっと おもてなし感が生まれる。出てきました今やっと。番組的にはケツですよ。そうですね、やっと下手すとなんかだってこれだって僕負けてたら僕がおもてなしになってたってことですもんね。そうですね、おもてなしドライブだからどっちがおもてなしするかとか書いてないです。あ、決まってねえのか。タイトル的にはそうですか。なのでこれから僕全力 でいいじゃあ好きな車を1台選んでいいんですか。選んでいいです。値段関係ないです。うわ、出た。そこすごい、はい、結構高いのもありますよ。大丈夫です。うわ、すげえ。頑張りますよ。嬉しいです。じゃあ早速ちょっと見に行きますか。はい。さあ、私勝負に負けましたので津田君のお好みの車をこれから購入して差し上げようかなと、はい、いうことです。いっぱいありますからね。いっぱいありますね。京商ビリッジさんの方にいっぱいございますんで、ちょっと見てみましょうよ、はい、せっかくですから。そうですね、はい、しかもだってミキさん車大好きだから、いろいろ
分かるんですもんね。まあでもあれじゃないですか、今日はね、はい、津田君が気に入った車。なるほど。津田君ほら造形的なものとかこだわり結構強そうです。強いし強いし、ただちょっともうなんかさっきそれで遊んじゃったんで、うん、もうね子供心が出てきちゃって。あ、いいんじゃないですか。ラジコンいいな。ラジコン、わかりました。ラジコン頑張りましょうか。ラジコンの方ちょっと行ってみますか。はい、これもラジコンですけどね。ラジコンですね、ここら辺もラジコンですね。ラジコンいいな、動かせんのいいなと思って。確かにね、置いてね、眺めるのも素敵なんですけどね、うん、そうですね。じゃあ向こうも見てみる。はい、ぜひぜひ。それこれ、あっちにもあるのかな。これパッケージで買ってって言われるのもありかもしれないけど。まとめてとかね。まとめてって、このセットでっつって。嘘でしょってなります。これってことですよね。こういうものってことでしょ。結構でかいですね。配送も受けたまわります。それのもっとちっちゃいのがこれですよね、きっと。こっちがいい。いやこれどこに置くんだって話。これだけ買って車と俺超虚しいことになる。本当ですよ。さて、すげえ。結構古い形の車も好きなんでね。古い形好きですね。こういうのとかも。ああ、いいじゃないですか。フェラーリ名車です。原品のみだもんだって。あ、すげえ、やっぱね、うん、売れてるんですね。え、これ何、ゼノスみたいだな。違うな。あ、こういうのもあんだ、すごいな。ほんとすげえ種類あるんです ね。色もなんか発色いいよね。確かに超綺麗。フェラーリの250。ああ綺麗、かっこいい。ラジコンもいいよ、見てみようぜ。はい、そしたらぜひぜひ。うわ、この辺とかね、なんか子供の頃によく走ってた。あ、いいオタもありますね。これね、あ、はい、もうなんかスーパーカーブームの時のね。そう、ドンピシャでしょう。はい、そうです。これ燃えるわ。この辺は燃えるな、確かに。もうね、この930とかさ、はい、ね、はい、この辺とかもちょっとテンション上がります。これいいですね、丸いかしらね、うん、これね、はい、いいじゃないですか。いいな。この辺とかもなんかこう映画とかに出てくるんですよ、これさ。古い映画見てると300の SL でしょ、うん、これ実物あってもものすごい値段だよ、今多分。そうですよね、多分ね、うん、すげえ、この辺なんかこれもちょっと古そうですけど、どうですか。これ消防カーってこと。はしご車ですか。はしご車ですか。はしご車はいらないです。いらないですか。先輩いらないです。はしご車、俺。はしご車燃えとかじゃないですか。ないですね。あ、いますけどね。いるけどね。うん。働く車燃えみたいな。そう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 。うん。この辺飛行機になってますけどね。で、飛行機どうですか。飛行機にしちゃうんですか、俺。さっきほら。なんとなく心動いたやつがあったでしょ。ドローン。ドローン。ここでおもてなし。レースで車を車に乗ってきて、車のレースして、最後にドローンか。意味わかんない。先輩意味わかんないです、それ。ダメですか。いや、ダメでしょう。やめとこうか。やめましょうよ、ドローン。でも飛ばせるとこもなかなか今ないですからね。確かにね、難しいですからね。ないですからね。うん。これも結局ドローンやめてモーターボートにするとか。これ走るやつだな。走るやつ似てるから。さっきものすごいの見つけたよね。ありましたね。なんだっけ、サーフィン。サーフィン。人がサーファーになってるやつ。こうやって、はい、それです。ラジコンアンダーと。面白いですけどね。おっと、またこれ何ですか。これなんてやつですか。有名な車なんですか。これなんだ。なんかのレース仕様みたいな。そうだね、マフラー左出し。これなんだ、これ車わかんねえ。これでもこれいいんじゃないですか。古そうでかっこいいんじゃないですかね。それか、僕ちょっと悩んでるのがさっきのがありました。こっちにもちゃんとラジコンで、ちゃんとラジコンですか、これ、うん、ディノさん。あ、本当だ、ちゃんとラジコンだ。それか、これ割とガチの値段になってますけど、いいんですか。いいですよ。本当ですか。結構ガチの値段ですよ、これ。大丈夫ですよ。さすが太っ腹。何回か飲みに行かなきゃいいだけの話。あ、そうですか、わかりました。じゃあ僕はこれなんだ。これでも気になるな。これ気になる。俺もわかんない、これね。なんていうやつなんでしょうね。これでもレース仕様です。そうですよね、うん、はめ殺しになってますかね、窓が、うん、あ、そういうことか、うん、本当だ。でもやっぱ僕初志貫徹したいと思います。僕これがいいです。これで、はい、じゃあこれをかっこいい津田健次郎様がお買い上げになるということで、はい、初めてのミニ、初心者向けってことですもんね。ラジコン全然詳しくないんで、はい、ありがたいです。
さあ三木慎一郎のおもてなしドライブ、今回のゲストの津田健次郎くんが選んだのがこちら。はい、ディノラジコン、はい、ずるい、何言ってもいい声だね。いや何言ってんですか、ずるいな。ちょっとびっくりしちゃった今。じゃあこれを本当に買ってくれるんですか。買えますよ。いやありがとうございます。なんなら USB とかもつけます。いやいいです、いいです。USB、 これ USB なんだよ。でもちょっと素敵ですよね、これパソコンにガチョッとこれをつけるってことです。そう面白い、うん、マウスもありますよ。だってあ、本当だ、車マウス、車なのにマウス、車なのにマウス。ちょっと見ていい？どうぞどうぞ。これ持ってますよ。いやダメですよ、僕が買いますから。ちゃんとすいません。このマウスさ、はい、すっげえ使いにくいんじゃん。いやそれはあるでしょうね。これとか300とかさ、でもちゃんと右クリック左クリックね、はい、しかもこれちゃんとワイヤレスなんじゃないですか。あ、そうだね、ワイヤレスマウスですね。すげえ、こんななんだ。面白い。これ自分の車がある人もたまんないだろうね。ああ、では購入したいと思います。ありがとうございます。すいません、これを購入したいのですが、よろしいでしょうか。よろしくお願いいたします。まさか財布が本当に出てくるのは。じゃあすごいリアルなお値段が札出てきた。これでお願いします。すいません、よろしくお願いします。もうね、ボール大好きな役者のね、津田君が、ありがとうございます。よかった、欲しいって言うんであればもう超嬉しいです。俺めっちゃ遊びますよ本当に、うん、はい。ミキさんもと一緒の現場の時に、じゃあこれ持っててもいいもいいもいいノイズなるわって。何やってんのお前ミキさんに買ってもらったんです。だからっつってなんで持ってきたんだいやなんかでもいいね、こういうのいいね、こういう。いやなかなかこういうところにゆっくり来ることないですから ね。そうそうそう、すげえ満喫してますよ俺。なんかこんなちっちゃいのもあんだね。タノミニカーですか。へー、綺麗だね色もね。めっちゃ細かく作り込んでる。よいしょ、はい、これを、はい、ですね、行くと前に、はい、この前に行くと、あーすごい。なので、こういう形にブレーキ、あ、ブレーキをかけられるんだ。なるほど、あ、本当だ。これで最後、すごい綺麗に動く、うん、あ、こんなんですけど綺麗ですね、色もね。ご覧ください、これですか、うん、あ、うまい。なんで、なんかこれ慣れてる、自分も。でもこのタイプの車、俺がこんなことなかったからな。確かにめっちゃうまい。うまいっすね。これの対決だったら俺絶対負けてましたうまい。やべえ、俺もう一台買おうかなと思うと自分に。ちょっと楽しいですねこれね。楽しい。さあ今回津田健次郎くんをゲストに迎えてお送りしました三木慎一郎のおもてなしドライブ、ヴィーナスフォートのね京商ビレッジさんで、はい、勝負をして、はい、僕はねラジコンを買っていただきました。最初はそのつもりだったんでおもてなしですから。ああ、よかったです。本当ですか。はい、よかったです。そうですよ。いやもうあのジャガーを買わされるのかなとあのね、強ですよ。そう、ジャガーはやっぱ俺イメージ間違ってなかったね。あ、ありがとうございます。本当に超かっこいい。津田くんっぽい。ありがとうございます。本当にね、すげえ。ジャガー乗ったことなかったんで。あ、そうそうないでしょ。ないです。ジャガーに乗る機会はないです。人もジャガー乗ってる人ほとんどいないですもんねリアルジャガー。リアルジャガー、あ、どっちもです。そうだよね、あの動物の方も車の方も乗ったことある。リアルジャガーに乗ったことある人なんかそうそういねえで。そうそういないでしょうね。乗れるのかって話ですね。そういう環境があればね乗れるかな。まあそれは無理にしても今日、はい、ジャガーのね、はい、あの車楽しんでいただけましたでしょうか。いや本当楽しかったです。ありがとうございます。とんでもない、うん、そしてディーノのディーノオーナーですよ。いやもうフェラーリオーナー。早速今日の夜中ぐらいからはい、ビビビビやりますよそれ。もちろんおかしいな、なんかビビビビビビビってんだよってミキさんと同じ現場の時にこれ持ってってビビビやります。で、アフレコやってる最中音響監督とか偉い人に怒られるんですよ
いやでもこれミキさんが買ってくれたんですよって言えば、そうすると間接的に俺が怒られる。そうそうそう、まあ、ミキさんあいつなんとかしろってもしくは事務所にクレームがあった先に謝っておきます。エティワンさんごめんなさい。しょうがないです、おもてなしですからしょうがありません、はい、そこまで含めておもてなしです。というわけで、はい、今回のゲスト須田健次郎くんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。須田健次郎さんの秘めたる情熱を車に見立て、黒いジャガーで駆け抜けた今回のおもてなしドライブ。舞台、演技の話で盛り上がり、ラジコン、模型で童心に帰った2人なのであった。次回のゲストと車も気になるところ、何よりミキシンはどのようにゲストをおもてなしするのか、乞うご期待。